事件もなく無事にパトロール終了。ん？うわあ、変わっちゃう。待って待って。セーフセーフ。そこの人。信号が点滅したら渡ってはいけません。ラッキー。危ないじゃないですか。信号を守らないとですね。ちょうどよかった。邪魔するわ。何ですか、あなたは。後からわかるわよ。ほら、信号青よ。とにかく降りてください。自分はタクシーじゃ。赤は止まれ、青は進めで、しょ。止めてください。自分を止めてください。トレンドにご用心。我々の活動を世間に理解してもらうためにぜひ。はあ。と言っても取材するのは私ではないぞ。フリーライターの君塚彩子です。ブレイブポリスが巷で大人気の今、トレンドに敏感なマンスリートレンドもぜひ取材をしたいと思いまして。でもなんだか照れちゃうな。ゆうた、いつものようにありのままの自分を見せればいいんだ。俺たちのボスとして恥ずかしくない行動をしてくれよな。僕がいつ恥ずかしい真似をしたって言うんだよ。ブレイブポリスは笑ったり怒ったり、人間と同じハートを持ったロボットなのです。そこのところをぜひ取材してください。それはできません。え？私の取材対象はあくまでもユータ君ですから。ボス、取材を中止してください。うん、この人はですね、さっき信号を…はい、笑って笑って。おー、あははは、恥ずかしいよ。いいですか、その人はですね、信号無視を。はい、ゆうたくん、ナイススマイル。あのような人をボスに近づけてはいけない。完成よ。ピエロ、お天気の方はどうかしら。はーい、今晩から明朝にかけて強い偏西風が吹くみたいです。そう、それじゃあ早速このトレンドのもともと偏西風に乗せてばらまいてちょうだい。わかりました、大将。何度言えばわかるの。大将じゃなくてゴッドとお呼び。すいません、ゴッド。そう、わかればいいのよ。さあさあ、早くトレンドのもともと準備して。はーい。春風に乗せてあなたたちを恐怖のずんどこに落としてあげるわ。なんかさ、え、ツルツルカツラっていいよね。そうね、ツルツルカツラって感じ。ツルツルカツラ、ツルツルカツラ、ツルツルカツラ。あんたも取材に同行するわけ？はい、あなたの行動を見た限りボスのことが心配です。ボスには言えませんが、あなたのような人がブレイブポリスを取材するのは本意ではありません。はいはい、わかりましたよ。こっちだって何も好きでやってんじゃないわよ。え、今なんと。とにかくついてくるのは勝手だけど、取材の邪魔はしないでよね。お待たせ、さあ行こう。え？ボス、何ですかそれは。知らないの？今流行ってるらしいのよ。あずき姉さん似合ってる。くるみも結構カツラ美人よ。あずまくん、庁舎でツルツルカツラを持ってないのは君だけらしいな。はあ。それでは部下に示しがつかないだろう。持ってきたまえ、あずまくん。おお、そうかん。
闇のバイオ科学者ドインク、そしてその部下ピエーロ、彼らの作ったトレンドのもともとは人の心を操り流行を意のままにする。この二人一見間抜けそうだが恐ろしいマッドサイエンティストである。実験成功ね。ちょろい。このトレンドのもともとは熱しやすく冷めやすいこの国の人々にはまさにぴったりバッチリの作戦だわ。このトレンドのもともとを使えば私の思うがまま、そう、国を操ることも夢でもないのよ。素晴らしいわ。それじゃあ作戦第2弾張り切っていきましょう。はいはい。なんかさ、鼻つきメガネっていいよね。そうね、鼻つきメガネって感じ。はずき姉さん似合うわよ。くるみも結構鼻つきメガネ美人よ。そうかんともあろうお方が鼻つきメガネをお持ちでないとは。仕方がなかった。どこのおもちゃ屋も売り切れで。そうかん、私のを使ってください。あずまくん、君ってやつは。ゆうたくんは現在少年警察官だけど、大人になってもやっぱりこの仕事を続けるつもり？そうだな、お父さんみたいに考古学者になるのが夢だったけど、デッカードたちといると毎日が楽しいし、わかんないな。何ですかこの変なメガネは。ボス、警察官は常に冷静であるべきです。変な流行に流されないでください。だってみんなはしてるのにどうして僕だけしちゃいけないんだよ。ふざけないでくださいと言ってるんです。ダンプソンの分からずや。ボスこそボスとしての自覚を持って。僕の勝手だろ。意地を張らないで。しつこいぞ。悪いね、送ってもらっちゃって。ふん、勝手に乗り込んどいてよく言いますよ。これで面白い記事が書けそうだわ。それは良かったですね。自分はボスに愛想がつきました。あんな分からず屋だったなんて。あんたって面白いわね。え？決めた。今度はあんたをぜひ取材させてもらうわ。自分をですか？いいわね。勝手にしてください。まったく人間はどうして流行などに。そういえばこの人はどうして流行に流されないのだろう。ださて、さあ今度は少し効力を強めていってみよう。はいはい。全身タイツ。あずき姉さんばっかりずるい。だって私の全身タイツだもん。私のずるい。話したまえ、あずまくん。話してください。これだけは、私のだ。いえ、これは私のだ。全身タイツの下不足に困る七曲がりしては、政府に全身タイツを。全身タイツ、窃盗の現行犯で逮捕する。なんかさ、全身タイツ欲しかったのにね。そうね、全身タイツって感じだったのにね。いくら全身タイツがないからって盗むのはいけないことだよ。自分たちが来るほどの事件ではなかったですね。ああ、それにしても最近の流行は変なものが多いな。いくら流行とはいえ、カツラやメガネ、タイツ、ちょっとおかしい気がします。ああ、まるで何かに操られているようだ。君たちがそこまで言うなら一応調べてみよう。ユータ君とデッカードたちは周辺のパトロールをさらに強化してくれ。了解。デッカード、ダンプソン、行こう。その前にボス、その格好を何とかしてください。ダンプソンには関係ないだろ。いえ、大いにあります。
今すぐ脱いでください。やめろやめろってば。ダークソン、恥ずかしいじゃないか。話せよ。ひどいよ、ひどいじゃないか。ダークソン、ひどいのはボスの格好です。でもみんな着てるんだよ。わかったぞ、本当はダークソンも全身タイツ着たいんでしょ。バカなこと言わないでください。わかりました、そこまで言うんなら勝手にしてください。はは、勝手にするぞ。ブレイブポリスもただのロボットだと思ってたけど、私が思ってた以上のものかもしれない。七曲り市の大気中に自然界には存在しない特殊な分子化合物を確認した。犯人はこれを山中にある不審な天文台から風を使って散布した模様だ。了解、直ちに調査に向かいます。頼むぞ。どうだい、流行から目覚めた気分は。信じられないよ、自分が知らない間に何かに踊らされてたなんて。もしかして本物の流行もこういう風に作られてたりしてね。堅物のダンプソンが気づいてくれたおかげだな。ボス、ダンプソンは呼ばなくていいんですか。ん、ダンプソンは取材で忙しいんだってさ。ダンプソンなら勝手にすればいいんだ。大将！ん？大将！ゴッドでしょ、ゴッド！ゴッド、どっかの誰かが何かしに向かってきます。どれ？あら？これはブレイブポリスのお子様ランチな坊やじゃない？じゃあ、我々を捕まえに。決まってるでしょ。これって棚からナタデココって感じの展開よね。ただの天文台ではなさそうだ。調べてみよう。よーよー、なんかすっごく危ない気がするぜ。罠だ、気をつけろ。ユータ、どうしたんだ。なんか疲れちゃったな。おいおい、しっかりしてくれよボス、こんな時に。そうだよね、でもどうだっていいじゃない。何を言っているんだユータ、しっかりしてくれ。ユータ、まさか。しまった。何がしまったの。いかがかしら。怠け者と窓際族のサラリーマンから抽出したやる気をなくしてしまう即効性五月病のもともとの効き目は。なんだと。五月病のもともと。止まれ、青は進めでしょ。どう、あんたさっきから心ここにあらずね。そうですか。さっきから答えも同じ。そうですか。行かなくていいの。
はあ。ゆうたくんのところ。え？今は綾子さんの取材が自分の仕事です。あんたのそういうところ好きだよ。からかわないでください。ロボットの取材なんてバカバカしいと思ってたけどさ、意地を張ったり喧嘩をしてるあんたを見てたら、なんか人間臭くていいなって思ったわけ。人間臭いロボットですか。おあなたはジェイデッカーにはなれないわよ。坊やのやる気がないんじゃね。ゴッド、そろそろラストショー。焦らないのよ。慌てるコブラはインドじゃ少ないって言うでしょう。ダンプさん、最後にもう一度聞くよ。本当にユタ君のところに行かなくていいの？もうはっきりしなさいよ。ブレイブポリスの皆さん、この坊やを助けたいかしら。なにこれ、まさかボスのピンチだ。ボス、この坊やを助けたいんだったら、あんたら仲間同士で殺し合いなさい。どうする、どうする、どうするの。やめろ、言う通りにする。いい子ちゃんたちね。それじゃあ合図とともに殺し合いを始めなさい。せーの。ちょっと待った、大丈夫ですか？ダンプさん。無駄よ。坊やは五月病のもともとでやる気なし。ジェイデッカーにはなれないもん。しっかりしてください、ボス。めんどくさいよ。こら！しっかり気合い入れなさいよ。あんたはボスでしょ。そうか。綾子さんのように心を強く持てば、トレンドのもともとなんか跳ねのけられます。心を強く。そうです、心を強く、つまり闘魂です。闘魂です。闘魂よ、闘魂。無理。五月病のもともと跳ね返すなんて。跳ね返してますけど。跳ね返してるわ。ユウタ、ボス！ブレイブ！ジェイデッカー！わあ！ジェイデッカー！ああ！嘘！合点しちゃったわ！こうなりゃやけくそよ！やけくそね。うわっ、なんてやつだ。うわっ、これはゴッド、だってこれはめちゃくちゃに。いいのよ、いいの。あいつらを倒せればどうなってもいいわ。やつに近づくことができれば。どいた。なんだかわからないけど、これでも食らえ。あれは何でしたっけ。やつの動きが止まった。今だ。たったんしょ、ゴッド、土曜日。このトレンドのもともとは何でしょう。これは確か良い子になる即効性ニコちゃんのもともとの原液。ギーせっかく魔人間になったのにな。そうですね、大将。いえ、ゴッド。ブレイブポリスか。パトロール本日も異常なし。二
人間がみんな彩子さんのように強い心を持っていればトレンドの元々などにかからなかったのにな。そこの人、信号が点滅したら渡ってはいけません。ラッキー、会社まで乗っけてって。あ、彩子さん、そのメガネは。あ、これね。なんだか今頃になってかかっちゃったみたいなの。じゃあ彩子さんがトレンドの元々にかからなかったのはどうして。私が普通の人より流行に鈍かったからみたい。おい、誰やってた。ほらほら、何度も言わせないでよ。分かってますよ、赤は止まれ、青は進め。泣いているの。あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの。Oh, no. 違うよ。街中ピカピカのお祭り騒ぎ。ジェットコースター星が今夜集まるよ。水金地下も刑事部屋、レッカールームがついに完成した。その発表会でビルドチームが三体合体を初公開。でもどういうわけか失敗しちゃった。そこへ事件発生のニュース、建設中の軌道エレベーターが倒れてくるって。それってもしかしたら大災害。次回、勇者警察ジェイデッカー。